こんにちは。始まりましたクッキングレッスン。こんにちは。あ、エミが来た。あ、エミちゃんどこかな。Hey! Hi! Hi, everybody! Konnichiwa! Minasan, genki desu ka? Hi, everybody! Minasan, genki? Kyou atakaku te kimochi ii desu yo ne. Sunny day da ne, kyou wa. Minasan, nani shiteru desu ka, kyou wa? Asa kara. Minna, nani? Nani shite mashita ka? Nani shite tan desu ka? Emi wa? Nani shite tan? Kaori-san, genki?エイミーはもう家族とずっと朝からずっと話してて、もうライブ、あれはカメラ、テレビ電話でずっとしてたの。そう。もう私も今日は今日は使う材料の準備をしてたり、準備をしてたので、それだけ。あとはもうみんなのライブ始まるまで待ってました。そうだね。仕事してた人が多いね。やっぱクッキングしてた人とかランニングしてた方もいたから、はい、いいね。そうですね。前回エミと2人でやったビーガンティラミス、すごい評判が良くて、たくさんの方が作ってくれたので、またこうやってクッキングレッスンやりたいって思ったので、あとはみんなからもなんかみんなやってほしいっていう声もあったので、こうやって続けて1週間1回やりたいなって思ってたので、毎週土曜日、いいのかな。そうだね。そう、もうこの間ね、やっぱビーガンティラミス作ってた人が多くてね、みんな気になったから、もう毎週土曜日2時からやると思ってるから、皆さんどうですか、この時間はいいですか。イエーイ、イエーイ。もう土曜日、毎週土曜日2時だったら、お気に入りの人だったら教えてください。はい、あとは、何が見たいとか、ね、何がなんかケリちゃん作ってほしいとかあったら、ぜひ、教えてください。はい、しなさんもティラミス作ってたね。ね、本当に嬉しい。いいね。いろんな人も本当にね、みんなアップしてて、美味しそうなティラミスが多かったでしょ。あとね、意外とアレンジ、抹茶ティラミスも作った人もいたんです。そう。うん、素晴らしいね。ね、みんなのやっぱ本当にもうこれ作るんだから、もう綺麗な写真じゃなくても、とりあえず写真アップして、私たちはタグしてください。もういつも見てるから。インスタストーリーがいいよね。インスタストーリーにアップしてくれるのが、私たちにシェアはしたいので、DM ディレクトメッセージとかが送っちゃうとあまり見れないので、あとコメントとか、もし行きたいことがあれば、写真の方にコメントしてもらえれば、そこで答えます。そうだね。それはなんかもうすごい大事な、なんかこう話なんですけど、やっぱ DM 送ってくれる人が多いんですけど、本当にごめんなさい、ごめんだけど、DM がね、あまり見ないの。だから、ね、もう本当に DM はたまにありすぎて、どんな質問がわかんないから、全然、私あまり見ないから、自分の写真、最後写真アップしたの、そっちでコメント入れると、やっぱそこで答えするとみんな見れるから、だから何回多分なんかこう DM だったらみんな同じ質問あるかもしれないから、一回だけ答えしてみんな見れるようにするから、だから皆さんも返事しなかったら、私たちは返事しなかったらそれ悪いじゃなくて、ただ見ないだけで、コメントの方が見れるから、だからありがとう。Hi, Giampaolo from Kelly. From Kelly, no, from Italy to Kelly. Okay, nice. So, we can start cooking. どう？みんな準備できてる？なんか私さっきアーモンド食べてたから口にあるかもしれない。大丈夫かな？かかってる。大丈夫？大丈夫。Okay. Okay. じゃあ、皆さん、始まりましょうか。はい、いきます、はい。今日使う材料は、材料の分はに関してはインスタストーリーにアップしているので、今日は材料の分言えずに、そのままもう
ボウルの中に入れちゃいます。で、食材に関しての栄養とかは、まあ、簡単な説明とかもしながら一緒にみんなと作りたいと思います。では、オートミールから、オートミールから入れて、ボウル、ボウルは用意してますかみんな。じゃあ私もね、皆さん、私も初めてこれ作るのは初めてだから、私たちはもう一緒に初めて作ろうから、ここで見れるかな、見えなかったら教えてください。はい、でもエミちゃんの顔も見たいからね、みんな。あ、そう、じゃあこうしようとか。そうだね、じゃあもうちょっと上、はい、もうちょっと上にしよう。はい、 OK、 いいですか。はい、はい、そしたら、オートミールは、からいきます。1カップを入れるんですけど、はい、オートミールは実はすごい食物繊維が豊富で、で実はね、このボディービルダーたちがなぜ、オートミールが好きかってボディービルダー大好き。タンパク質が2倍含まれていて、食物繊維が豊富 で血糖値が上がりにくい。で最近聞いた話なんですけど、免疫力をアップ効果もあるし、1日小さじ2、食べると免疫力がアップ効果が出てる。 OK, alright, so guys, I'm gonna say really quick in English just for whoever is there who cannot understand. So basically we're gonna start with oatmeal is really good for、I forgot. There's a lot of protein in it. So basically all like the bodybuilders. That's why they bodybuilders, they love oatmeal because、it's more protein than the regular rice, the white rice. And it also has amino acids. And it's really good for immune system. So just a day you can just take like 2 tablespoons of oatmeal.、Mm-hmm. Really good、yes. for booster your immune system.Yes. So especially for this moment, we all have to keep the immunity system up. So oatmeal for you guys. So we start with this. Then? グルテンフリーですね、オートミールは。でも、ものによってグルテンも入ってたりするんで、そこは、まあ、読んでみてください。次の材料は、ひまわりの種。ひまわりの種は実はすごいタンパク質が豊富で、ビーフの人たちも結構よく食べています。Oh, is that the seeds? そうだね。それはケリちゃんに聞きたかったのは、私なんかシード、パンプキンスキンズが私家になかったから、あれはクルミ、ウォーナッツを入れます。いい？ All right. このレシピは、まあ、好きな、種類とか、もう全然アレンジしてもいいので、私はいろんな、こう、種とかシードとかをミックスした方が、まあ、いろいろ楽しめるし、食べていろいろミックスするのが好き。だけど、別にいろんなナッツ類とか好きなのは全然入れて大丈夫。そうだね、それも聞きたかったのは、やっぱ私、ココナッツも大好きだから、入れても大丈夫、今のタイミングで。I recommended just to add it in the last.Less. Okay. So basically what Kelly said is that you can add a lot of things that you like. You can change as you go. She loves to put all those different pumpkin seeds and sunflower seeds because they're highly with the vitamins and all those different good things for your body. I didn't have it at home, so I'm going to put walnuts, but also I want to put some coconut, shred coconut in the end. Okay. じゃあこれは最後ね。ココナッツは最後で大丈夫? Yeah. Okay.All right. Okay, so next one would be the... I also couldn't find the... なんかパンプキンだけっていうのが私も見つからなくて、で、ネットで、こういったミックスを見つかったんですけど、ひまわりの種とパンプキンシードが入っていて、あと、ゴジベリが入ってるんですね。Okay. 私はこれを使います。Okay. 私もゴジベリ使うけど、there's a question here. Shout out to everyone allergic to nuts. Of course, if you're allergic to any kind of nuts, don't use it. There's also the seeds that you can use on instead of the nuts. So be aware. じゃあゴジベリどれぐらい入れるんですか？おさじ2ぐらい。そう、ゴジベリはものすごいアンチオクシデントが。まあ、抗酸化作用が非常に含まれていて、ビタミン C とか、あと
あの、がん予防だったりとかもすごくいい効果があって。うん、ふん。OK。Alright, keep going. Yeah, good job, Betty. Hi. It has some antioxidant and it's vitamin C, so it's really good. Yeah, goji berry is like one of those, like, you might have seen it, especially in the Chinese cuisine. It's like this little, So, kokunomi desu. Yeah, so it's very healthy, apparently. Okay. It just happens to be like as a snack. Mm. Yeah, and it has a nice taste as well, so. で、次の、材料は、白ごまですね。白ごま。OK。白ごまを小さじ2を入れます。Okay. で、白ごまは実はすごいタンパク質が豊富で、まあ、お肉食べない私とか、よくサラダとかにかけたりとかもしています。OK。And the next green be, チアシード。チアシード。Oh!I forgot a chia seeds. Okay, here. How much of a chia seed? Sorry. Just chia seed は小さじ2. So, 2 tablespoons. Alright. Omega 3とかよく含まれていて、あと食物繊維が豊富です。Alright. で、そして、これ皆さんに見せたいんですけど、アーモンド。こういうのがあるんですけど、oh, yes. これは、フードプロセッサーにかけて細かくするんですけど、もしフードプロセッサーがない持てない方はこういうふうに包丁で、まあナイフが別に怖くない人がこうやってやってもいいんですけど、まあもし怖ければタオル、キッチンタオルをこうやって上に引いて。で、包丁でざっくりしていく。そうだね、それはね、皆さんもう気をつけて、ケリさんがね、もうとてもプロだから、これ使うのもすごい上手だから、皆さんもこれやるとすごい気をつけてね。そう、一番安全のは、こうやってタオル引いて、細かく刻む。OK、うん。はい。で、私はもうそこまで得意じゃないから、私ちょっとジップロック、もう、メイズして、ジップロックに入れて、で、ジップロックに、ちょっと、I'll show you how I did it. I just did like this. And done. Okay? For those who are not, なんかこう、本当にね、私ナイフがもう、ね、もう毎日なんかこうこんなにプロで使えないからこっちの方が安心そうそうそう That's safer 一番自分に やりやすいやり方で構わないのでそうだねはい、はい、あとチアシードはチアシードは普通のドライチアシード入れるね水入れなくても大丈夫 OK はいそうです、okay. ドライチアシードAll right. 分量的には、レシピには、4分の1って書いてあるけど、ちょっと少なかったから、ハーフカップを使います。はい。ハーフカップ。OK。それから、カオパウダーを入れます。カオパウダーも、抗酸化作用がすごいたくさん入っていて、あと、美容にもすごく良くて、アンチエイジング効果もあったり、ポリフェノールが多く含まれているので、あ、そうそうそう。前回も、ビーガンティラミスの時にも使いました。はい。うん、これを全体に振りかけて、Alright, raw cacao powder, that's like she said last week, it's very good anti-aging, really good to make you happy. Do you remember that also last week she said it was good to, for love, for people to fall in love? ね、so, alright, cocoa powder. あと、おつまみ。A little bit of salt. はい。で、メープルシロップ。Okay.このレシピはメイプルシロップじゃなくてもいいし、ブラウンシューガーだったり、ココナッツシューガーもいいし、
ただ蜂蜜は、赤くとちょっとくっついたりとかするので、ちょっとやりづらいんです。なので、こうやってメイクルシロップ、ちょっとこうどっちかというと滑らかな、こういうシロップの方がおすすめ。Okay. So, basically what she said is, maple syrup is the best one for what we're doing. Agave and also honey do not work the same way for this recipe. No, the agave works. Only the... Oh, agave works. Okay. じゃあ、メープシロップか agave は OK. Honey は? You can just use coconut sugar or brown sugar. All right, perfect. All right.そしたら、前回私は実は初めてね、お食を少し入れたんですけど、カカオパウダーとメイプルシロップすごく愛情、すごく味があって味がすごい面白かったので、みんなもちょっと試してみたらどうかなと思って、分量はほんと少しだけ垂らす。 It's just a little bit of 醤油ね。 I'll show you, okay?And then we just mix all this. And then for the hemp seeds, I'm gonna add it in the last one. All right. If I wanna add the coconut, when should I add it? In the last one with the hemp seeds. Okay. All right. Or do you wanna try the coconut flake? Yes. Should I put now or after?Yeah, you can put it now. Now, okay. じゃあ、私今もうココナッツ大好きだからココナッツちょっと入れます。もしかしたら、ココナッツは一緒に入れた方がいいかも。味は染めるから。Okay. So we just put it all the coconut. All right. And then we just mix all this. All right. So I'm gonna bring it closer and lower so you can see what I'm doing and see if I'm doing it correctly.This is what I have right now. I'm just gonna start mixing. Yummy, yummy. Yummy, yummy. 皆さん作ってるんですか？はい。皆さんどうですか？なんか mine looks really dry. It's okay. なんかすごい乾燥してるみたいな。大丈夫。これよく混ぜて。うん。How much maple syrup did you add?Four tablespoons. It's enough. It's enough. It's enough. この中にまたココナッツオイルを入れるので。ああ、なるほど。はい。Okay. すごい匂いね。すごい匂い。No, it smells so good. I know. もう it smells so good. ちょっと。一緒に作ってる？そう、皆さん一緒に作ってる？待ってるよって。なんかケリちゃんの見たら、ケリちゃんの方がモイストに見えるけどね。私はちょっと、なんだろう。So、if you want, you can just add a little bit of maple. ちょっとだけ、ちょっとだけするね。I'm gonna eye it. And this day. あー、おいしそう。おいしそう。なんかさ、for whoever is not doing this, it smells so good. もうこのまま全然食べてもいいの。そう、あ、そうだね。このまま食べたい。でもまあ、グラノールとか私ちょっとなんかカリカリのが好きだね。Crunchy. I like crunchy. おいしい。あ、okay. This is looking better now. I think it's better now. ケリ先生、どうでしょうか、これが。ちょっと、見える？うん、大丈夫。Looks good. 混ぜて。うん。Okay. Alright, this is looking good. Let me try. Okay. People are asking if you could add alcohol to it. What?Some people are asking if you can add some alcohol to it. Ah, もちろん大丈夫。入れていいんだけど。But you can... ラーも入れてもいいんですかって。You got it. Hi, Yoshi! Make this recipe with us! Hi, Yoshi! 見てるの嬉しい。Yoshi 見てる! Yes, Yoshi. Okay.
You can add like a rum, kind of rum brandy or something, or just some vanilla extra. Okay. Ah, vanilla, ne. So that's what I wanted to ask you. Okay, before we start cooking. それでかあのケリちゃんに聞きたかったのはやっぱ何が例えばそれ以外何が入れてもいいんですかって自分のあのおすすめなんですか。別にこのレシピはココナッツグラノラなんだけど、あのココナッツじゃないカカオグラノラなんだけど、うん、あのカカオじゃなくてもいいし、例えばタイグラノラ、うん、you can put any spicy as well like cinnamon。 あーシナモンも美味しそうね。Cardamom, any kind of spice you can add it, and spicy, like not spicy, but you can also add it like black pepper. I really like to add it like that. Really good. Okay. Okay. じゃあなんか皆さんもうちょっとそうだね。あ、違う味にしたかったらやっぱシナモンとか違うスパイス入れてもいいし、あとドライフルーツとかね、自分の好きなドライフルーツ入れてもいいし、例えばアップルとシナモンが合うんでしょ。そう、きな粉もいいよ、すごく。あのきな粉パウダー、きな粉パウダーも入れてもいいし、あー、なるほど。マッカパウダーだったりとか、もう本当、いろいろもうあの、自分のオリジナルグラノラ作れるので、もうベーシックはこれだけ。はい、なるほど。オートミールと入れて、メイプルシロップ、あとはもう好きな味に、あの、いろいろなものができるんで。なるほど、OK。そうだね、レイジングとかフィーグとかみんないろんなアイディアができてるけど、そう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 、自分のオリジナルレシピも作ってね、私たちにタグしてください。じゃあ次はどうしよう。 Okay. So, 次はあの I'm actually excited to eat. なんか食べたい。もうすぐできちゃうよ。いいじゃん、 OK。 フライパンを温めましょう。 OK. フライパン温めましょうね。じゃあ、はい、I'm gonna bring you super close toじゃあ皆さん、私は作るからケリちゃん の, あのガイドこのぐらいでいい、このぐらいでいい。 OK、 バッチリ。 OK、 Alright、 So I'm gonna be your hands. So what should we do first? フライパンを中火で温めます。ちょっと強すぎないようにこのぐらい。そう。 OK、 はい、これで始めます。ここにココナッツオイルを入れて、はい、おさじ2を入れます。でココナッツオイルが溶けてきたら、はい、グラノラを入れます。 OK、 じゃあこれちょっとメールとなってから入れる。そう、maybe that's too much of coconut oil. Too much? OK、 so maybe like this. I got carried away. All right. Around here? Yeah, すぐこう溶けちゃうので。OK. はい。で、そのうちに、はい。そのままグラノラを全体を入れる。入れていくね。はい。じゃあ、そのうちにこれはきれいにする。All right. まだココナッツオイル溶けてないよね。まだ。ちょっと時間かかってる。こうする、こうする。全部届く、あ、そうだね。もう。Yeah. Almost there. Almost there. All right. We're good to go. Got it. So I have my mixture over here. では、そのまま入れちゃいます。はい。じゃあそのまま入れちゃいます。Put everything in the fry pan. All right. I'm gonna be careful with it.でそしたらフライパンの時、こういうふうに混ぜるのではなくて、ポテトしながら繰り返して。 Can you see it? Alright, so it's like this. What should I do? You just fold. So, you don't mix it. You don't mix it, you just fold.Someone's at your door, honey. Ah, 大丈夫。いいよ。Do you want to go? All right. じゃあ、ケリちゃんが続いてこうするね。
まあ、大丈夫か大丈夫じゃないって分からないけど、フォールドするね。こうじゃなくて、フォールドしてほしいみたいので、Let's try。皆さん作ってるんですか？ Only folding。かな？合ってるかな？合ってるかな？もう合ってるかもしれないね。皆さん作ってるから。こうでキープするとか。Are you cooking with us? Stay here. Stay with me. I need your help. 本当にね、私も初めてだから、皆さんの、皆さんのヘルプください。キッチンが来ちゃったので。そっか。そのタイミングとか。All right.Kelly, should I keep like mixing this like this or there's just timing? Yeah, keep mixing and then なんかちょっとこうしっとりサクッとした食感になるんだけど、やっぱまだちょっと柔らかいと思う。なんかまあ時間じゃない。So what do you do? You let it fry first? All right.下の部分をちゃんとこう火が通ってからこうフォルドする。あ、OK。じゃあちょっとなんかこう置いて。そう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 。OK。こういう感じ。OK。もういいかな？いやいやいや。All right。ただいま。It's actually like smelling like.なんか、It's changing the smell. なんかさ、匂いが変わってるね、すごく。火が入ると、その夏とか、香りが、さらに香ばしい香りが出るんで。で、サクッと食感まで、フライパンで炒めます。なるほどね、そうだ、オーブンで作る人が多いんじゃない？そう、このレシピは、まあ、グラノラって、オーブンとかでよく作るんですけど、まあ、オーブンがない方はでもこうやってフライパンとかで作れるので、まあ、なので一人暮らしの方とかでもすごい簡単にフライパンで作れます、うん、Yes! Looks like fried rice, people are saying ね。皆さんどうでしょうか、今のうちに質問がありますか？質問あったら、今答えます。で、ケリちゃんどこまでやる？これは Until roasted. Until roasted. ちょっと味見してみる？ちょっと味見してみる？ Okay, let me check. So that's the thing, right? When do you know it's ready? So I just gotta ask a question if we can make granola on the oven. Yes, of course, it's in the oven. Usually, you bake the granola in the oven. Olive oil. Oishii. Oishii. やっぱさ、ごめんね、なんかもう顔見えないけど、これだけね。なんだろうね、チョコレートの味もすごいなんかこう出てるの。あと、食感はどう？あ、もう、味が美味しいし、乾燥してる今。あ、OK、It sounds perfect. It looks very like, it looks together, but like, kind of chunky, like a crunchy. になってるね。Maybe just a little bit more? あと、もうちょっとかな。もうちょっとやったらいいかな。OK。I just want to keep eating. Let me try this one again. そう。材料がさえば簡単に作れる。おいしい。やっぱもう。質問の方はこの後説明します。はい。Okay. Yes. It's super nice smell. It's smelling more like chocolate right now. So it's the cocoa.It's really coming out. Okay, I think that is perfect. Okay. All right. Are we done? Okay, 火を止めて。火を止めて、はい。And then we just let it cool for
for a few minutes until it's cold, like room temperature. All right. じゃあ、これはもう火を止まって。止めて。OK。じゃあ、今待ち時間。そう、ちょっと冷やします。Okay. このまま食べてもいいんですけど、冷ましてから、の方が美味しいかな。ちょっとそのカリッとした食感も出るし。Wow, it looks really good. It looks nice. I mean, it smells. なんかさ、見た目より匂いがすごい美味しいよ。だから全然、もう。あとね、やっぱホームメイド。なんか何か、なぜかホームメイドがいいって、ね、考えてて、なんかさ、ホームメイド自分で作るときに何が入ってるとかすごいわかるんじゃん、全部。あとね、なんだろう。ものもハイクオリティは自分で買って、ね、すごく安いものはもうね、だろう、体にあるとか、ケミカルありすぎとか、それないので、だからもう自分でもちろん、すぐなんかこう、買えるんじゃない?だけど、自分で作るならもう、ちゃんとどれぐらいなんかこう、履いてるとか自分でしてるから、それはすごい大事だと思う。私もグラノーラとか好きでよく買ったりもしてたんだけど、やっぱり入ってる材料とか、すごい砂糖も入って、砂糖の量が入ってたりとか、うん、まあ、とかいろんな質とか、油とかも入ってるから、まあ、だったら自分で簡単に作れるし、なんか自分で作っちゃった方が、まあ、安心、うんうん、そうだね、うん、食べても美味しいし、ヨーグルトとかにかけたりスムージーだったり、なんかこうやって作って保存は、まあ、大体1ヶ月ちゃんとこういう蓋のある瓶とか、うん、で、クッキーにふたければ大丈夫です。OK。こういう瓶の方が長持ちはする。ね、ああ、なるほどね。これより、なんだろう。こういう瓶、こういうガラス瓶とか、ああ、なるほど。クッキーが入らない。エアが入らないから。Okay. なるほど。どれぐらい、how long、どれぐらい、作ったらどれぐらい食べれる?ね、長くても1ヶ月ぐらい全然持ちます。もうついつい食べちゃうから、もう全然私とかも1週間とか持たないもん。そっか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 、うん、そうだね。やっぱ忙し方も本当にね、なんか今日のレシピは3倍ぐらいあって、もう自分のね、まあ、冷蔵庫入れなくても大丈夫でしょ。ただなんかこう、こうだけ、トップ、蓋のある瓶ね。Okay, so just to recap, guys, just to recap, please try to use a glass bottle and something that you can close very well. As long as the air is not coming in, you can keep it for as up to 1 month. Of course, you know, if it's so good, you're going to keep eating, and it's not going to last so much. But I know that you guys are busy. So if you cannot keep making every time, you can make a big quantity, put in a jar.And then just leave there for you to eat later on. Another question that people are asking. One thing. So before you put it in a glass, you have to let it cool first. Cool it down. Okay. でも、プレッシャーが出ちゃうから、本当に冷ましてから瓶に入れてください。じゃないと水分が出ちゃったりとかするので。うん。で、それなんかその時間、そのうちにやっぱパンで待つ。このまま待って。そのままでもいい。うん。OK。で、試してたら、まあ、フライパンのそのままでいいんですけど、うん。ヘンプシード入れちゃいます。あ、OK。あとは、ね、まあ、こうやってドライフルーツだったりとか、まあ、これはミックスしちゃってる、なってるものなんで、もうそのまま入れちゃってるんですけど、ヘンプシードだったり、すごい柔らかい食感、すごいふわっとしてて、柔らかいから潰れちゃうんですね、混ぜてるときに。なので、最後に入れちゃいます。Okay. で、ドライフルーツとかも、どっちかっていうと、最後に入れたり、okay. こうやってカカオニーブとかも、さっきカカオニーブ入れますかってね、コメントが来てたんですけど、カカオニーブ最後です。硬いから別に火を通さなくて大丈夫です。OK。じゃあ、プラス、なんかこう、そのプラス入れたい方は、やっぱドライフルーツとか、このヘンプシードとか、すごい柔らかいものとか、やっぱ
あのチョコレートとかそういうのあっと入れます。じゃ入れちゃってる。入れちゃってもいい？うん。オッケー、じゃあ。材料は、おさじ2を入れちゃってます。うん、はい、OK です。水に戻さない、そのまま使えちゃいますね。OK。で、オリーブオイルでもいいですかって、あの、オリーブオイルとか。あっていうと、グラノーラに入れるのどうかな。なんか、うん、味は気にならなければ大丈夫ですけど。うん、でも私はやっぱりココナッツオイルとかがすごい相性が合うからココナッツオイル。なんかこれ、うん、あのショート What is that? Like a shot. Yeah, what is that? It's a coconut oil. Oh, it's a coconut oil. OK. じゃあオリーブオイルじゃなくてココナッツオイル、ココナッツオイル使ってください。オリーブオイルはちょっとなんかこう、あ、味、なんだろう、味あまり合わないか、なんかこうやる、あの作るときにちょっと同じじゃないからオリーブオイルじゃない方がいいと思う。私はオリーブオイルで作ったことないからどうかな。なんか、まあまあ、味が気にならなければ大丈夫です、ね、そうだね。やっぱなんだろうね、ココナッツオイルももうちょっとなんかこう、あの匂いもあるね。なんかこう There's a scent、うん、なんか It's a nice scent to it as well. I think it would be good with the granola. Grass-fed butter. バターはどうですか？バターは大丈夫です。OK。All right。けど、バターだったり、あと、うん、オリーブオイルって大体どっちかっていうと、料理の方に使うよね。あ、そうだね。あの、しょっぱい料理に使うねっていうこと。うん、甘いものとか作るときに、やっぱ、ココナッツオイル一番合うっていうこと？そう、なんか、あの、こういうスイーツとか甘いものに使うには、あ、これじゃない。こっちだった。Yes. これだった。こういうスイーツとかグラノーラとか、ココナッツオイルがすごい味が合うんで。うん。なるほどね。ココナッツオイルも火落としても、あの加熱にすごい強いオイルなんで。うん、酸化しないですね、うんうん、そうだね。で、皆さんもこのライブはね、24時間ケリちゃんのアカウントに残るから、今日は見れなんかこう今日一緒に作れないとか、何かもう一回見たい人だったら24時間残るからケリちゃんのアカウントで見ててください。あとはもう、なんだろう、あとレシピ前私たちアップしてたけど、もう一回、そう、K2013 は、This live is going to be saved for 24 hours after we finish. So if you want to cook again or if you want to watch again, you can watch、on Kelly's Instagram. And if you cook this recipe, make sure that you take a picture, post your stories and tag us.、actually, we should make a hashtag for this, ね。なんか、あの、ハッシュタグも、ま、あの、後で作るから、皆さん、とりあえず、私たちの、そうそうそう、アカウント、あの、もタグしてください。あとね、what else? 皆さん、今のうちに、あの、ケリちゃんに、質問あったら、ぜひ、今、あの、書いてください。あとね、なんだろう、私も全然、なんかこう、料理、そこまで上手じゃないから、すごいビギナー。だから、ケリちゃん教えてくれるの。だからもう、you don't have to be a cook. 本当になんかセンス、私みたいにセンスあまりない人でも作れるから、本当にみんななんかどこでもなんかこう簡単ヘルシー、ベギーナレーベルななんかこう料理、なんかこう今ケリちゃんが教えてくれるから、上手じゃない人でも全然 OK よ。 Don't make it, no, もう Don't be self-conscious about it, because I'm not a really good cook. It's really healthy. Exactly, it's healthy. もうそれね、一番大事なの。 So everyoneDon't be self-conscious about it and try and tag us. Yeah. All right. Should we try the granola? I think it's good. Huh? I think it's fine. Should we try some more? I really want to keep eating. もう本当にね、もうそのまま食べたくなる。あ、そのまま全然、あの、あの、ビーガンティラミスみたいな。食べていい？ OK, yeah. Oh my god, it's so good.おめえ、超危ないよ。このままで食べてる。これはね、私が朝作ったものなんですけど、
ヨグルトとか、あとトッピングでバナナとかイチゴをやって、うん、わーってかけて、うん、お前はすごい、ほんと美味しい。え、ちょっと待って。So, let's pause for a minute. 皆さん、作ってた人いますか？止まられない。もう超美味しい。うん、超美味しい。I don't know if you can taste the sasami. The sasami. No. Just a little bit. No. 嘘。Actually, not at all. じゃあ、なんかこう。How can you eat the granola? So, you can eat by itself. 明日は私もなんかこう、ケリちゃんと同じで、やっぱこう、ヨーグルトと、なんだろう、イチゴとかフルーツにしてて、この上から、ね、ヨーグルト and granola。ヨーグルト and granola。Cheers! Cheers!あとね、やっぱ私、なんだろう、ソイミルク、豆乳に入れて食べる。うん、私も。I'm gonna try. アーモンドミルクとか、ホットミル。うん。どうだい And you can also put in your smoothie as well. Oh, you can put in your smoothie?Yeah, just like a little bit on the top of your smoothie. On the topping. あ、そうだね。じゃあ、スムージーのトッピング入れる。うん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 。ごめん。うん。カニクト生地だ。ほんと。うん。うん。Who made this? Who made this with us? Please tell me. Give me your feedback. Who made this? And is eating right now?教えてください。私食べながら見てるよ。ソイミルクか、何？ヨーグルト。アーモンドミルク。うん。いいな。でもまだ作ってない人は後で作ってみて、うん、でハイライツに、ハイライツとか、IDTV とかにも残すので、そう後で作り方を見てください。うん。そうだね、もう。うん。I'm sorry. It's too good. It's too good. とりあえずね、皆さん、なんか、なんだろう。なぜか、食べるときになぜかなんかヘルシーなものを選ぶって、なんかこう、質問があったけど、What is healthy? What is not healthy? まあもちろん、これが、なんだろう。これが、なんかこう、何が入ってるとか、入れてるもののクオリティがちゃんとなんかこういいものを選んで作ってるね、入れてる。だからもう I also think なんだろうね、例えば昨日もワインボトル1本飲んだとか、もう夜もピザとかマックとかジャンク なものも大好き、もういつもそれ入れてるけど、本当にバランスが大事だから、できればもう healthy だって毎日そういうのを食べるんですね。ん？毎日本当にそういうジャンクなものばかり食べたら、もうエビみたいな体は保たないもん。そうもちろんたまにだけそのジャンクフードを食べるけど、本当はね、なんだろうね、バランスがあった方がいいから、できればどこから来たものも自分で 100% してるの方が一番いいんじゃないと思って、だからバランス取るようにね、人生の中で。そう、バランスよくね、例えばすごい食べちゃった日とか、好きなものを食べて、で次の日からまたいつも通りに食生活に戻して、で、うん、そうやってバランスよく取ることで、激しくそんなに体重を激しくこう増えたり痩せたり増えたり痩せたりとかできない、うん、もう安定できるようにバランスよく食生活を取ることが一番いい。そうだね。好きなものを選ぶ。うん。そう、バランスが大事だし、あとね、まあ今時間ある人はそれ楽しみながら作れるんじゃん。私もう本当に今ステイホームの時期だから、やっぱみんなにつまらないってなんかこう、まあ、言ってるけど、本当にね、今まで考えたことない、なんかこうひろみさんもひろみちゃんも、She never thought of
cooking granola because it's so easy to just buy. だけど今のね、今の時期にちょうどいいんじゃない？そう。Try something new. It's so easy ね。もう本当にもうこのグラノーラとかももうボウルに混ぜて、ライトにやったもう炒めるだけ。Yes. それでもできる。Yes, yes, yes. そう、皆さんもどうでしょうか？もう、あ、ケイリさんはビーガンですか？よくそういう質問聞かれてるんだけど、私は自宅であんまりお肉食べないんですけど、まあ、例えば外食、まあ、お仕事の方とかもお付き合いとかお友達とかもご飯とか食べに行ったりとかするので、そういう時だけお魚とか食べたりするんですけど、普段はあんまりお肉、赤肉とか特に赤肉とか豚肉は食べない人です。そうだね。バランスね。バランス、バランス。あと皆さん、なんか、ケリちゃんに、There's one question here, Kelly. What is it? 食材どこで買うんですか？私はいつもネットで買ったりするんですね。あとは、もう普通に買い物行った時に、あ、今日はこの、パンプキンシードがないから、ちょっと近くのスーパーに行ってみようとか、すぐその食材を、使いたいときにもう近くのスーパーに行って買いに行くんですけど、まあ、大体インターネットで買うことが多い。で、私がいつも、例えばそういうスーパーフードとか安く買えるところは iHerb っていう、結構みんな、ね、買ってるよね。買ってる買ってる。iHerb っていうサイトがあるんですけど、そこで海外のものとか安く買えるので、ぜひそこもチェックしてみてください。Okay, so there's one more question. このゴジペリーは、普通の楽天で買いました。 Okay. 楽天、そうだね、楽天ルームとか楽天で、後で私たちもまとめてリンク全部なんかこうやるから。 Yes, what else we have questions?For Terry Sensei, iHerb. So iHerb. What else? Let me check. What else anyone has to ask? Someone asked, what is a good way of eating oatmeal? A good, like a delicious way to eat oatmeal. そうだね。oatmeal がね。それ日本の方？日本の方だと思う。そうですね、なんかオートミールってあんまり日本の食材では食べないんですよね。だけど、まあ、一番食べやすい方はあとオートミールを、まあ、オートミールを豆乳とか、私は豆乳とか使ってるんですけど、今度後で紹介します、インスタに。オートミールを例えばこういうタッパとか瓶とかに入れて、でオートミールとか好きなミルクとかを入れて、一晩寝かせる、冷蔵庫の中に、Overnight. Yeah, so I really like overnight oats. で次の日にすごい柔らかくなっていて、その方が食感にもいいですし食べやすいです。で、そっか、メイプルシロップだったり蜂蜜とか入れたり、あとまあ好みのトッピングのフルーツとかを入れて食べるのが一番おいしい食べ方だと思います。いいね。 Nice, you guys. So guys, we have just a few more minutes. So じゃあなんかとりあえずなんかこう、そうだね、ピンクニットとか、じゃあケリちゃんのやっぱニットと、あとはなんかこうペンダントの後でもう一回紹介してください。私も昨日と今日も後で紹介するから。そう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 。やっぱね、もう可愛いの見ると、もう私も買いたくなるから分かるし。じゃあ、リンク後で、アップしますので。あとは、Can you make granola bars recipe? Make granola bars, yeah. But, With this, you need to change the ingredients of granola. Okay. じゃあ、このレシピはグラノーラバーを作れないけど、シンプルだけ。Okay, yeah. で、all right. Do we need something else to add? I'm gonna keep eating. なんか、今日から、まあ、政府から、ステイホームっていう週からスタートして、ここから2週間、
受託、うん、あの回数控えてくださいっていうのがアナウンスされているので、まあ私もできるだけ自宅にいるようにしていて、で、まあ、こうやってインスタライブとかも、もっと増やしていきたいなと思っていて、その方が皆さんもっとこう家にいられる、そういうメッセージを伝えるかなと思って、でもしあの見たいこととかやってほしいとかっていうのがあったら全然リクエストしてください。でとりあえず私のすごいあの尊敬してるヨガの先生がいるんですけど、佐藤剛先生、ね、火曜日一緒にあの瞑想、どうやって瞑想をやったらいいかって、私もそんなに瞑想とかもやってないんですけどすごい興味あって、特にこの時期にはなんか少し瞑想とか取り入れたらいいんじゃないかなと思っていて、剛先生と一緒にあの瞑想のやり方だったり、あとこの辛い時にどうやって乗り越えられるっていう、そういうトークもしていきたいと思っているので、火曜日の8時から。Perfect! Thank you! じゃあ皆さんもあのケリちゃんも私もあの、まあ、今週またいろんなライブやるから、皆さんやっぱ、Someone wrote Stay home and enjoy home。 本当にね、家にいるともう楽しみながらやりましょう。だから私たちもあの皆さんとなんかこう やっぱりライブしていろいろコミュニケーション取って、あとなんかこういろいろシェアするから、萌子ちゃんハロー、萌子がいる、ね、ハロー、見てたよ、ね、昨日2人のライブでも途中でさ消えたんだけど、うん、1時間で消えるよ、だけど2回目をやってでまた消えたから、うん、あでももう本当に1時間あのライブ、あのライブね1時間だけ消えるから、その後もうセカンドラウンドやる時もある。それも見たのだけど2回目を見てたらなんかまた途中で切れて、でまた2人がライブやなかったから、これでそう途中でどうしたの。あーごめんごめんごめん、ありがとう、ごめんごめん、またね、またそう皆さん、またなんかこう私たちは3人、私と私ケリちゃん萌子ちゃんもういろんな人今ライブやってるから、皆さんも私たちのストーリーって、スクリーンショット撮ってください。あとね、もうこの2週間ね、皆さん、ステイホームにしよう。ね。Let's stay home and let's enjoy home. そう。で、これ終わってから、ガールズナイトとか、これ終わってからいろいろもう外に出てもいいんだけど、この2週間だけ頑張りましょうか。そう、頑張ろう。もう一緒に頑張ろう。ね、一緒に声乗り越えたら。そう。ね。いいと思ってね、yes. たくさんライブもやるのでみんな見てください。またエミとね、今週中またあのコラボもやりたいのでね、そう3人でやるよ、もう一個ちゃんと3人で、そうだね、今週の中でやっぱ夜の9時からかな、9時から、まあ、あの話、3人の話、ガールズナイト、ステイホームだけどガールズナイトの、ライブやって、で私とケリちゃんは来週土曜日2時からもう一回クッキングレッスンやります。はい、で皆さん何がなんかこう知りたいとか何のレシピが欲しいって、ケリちゃんのインスタの最後の写真にコメントを入れてください。でこのライブは20時間残るから皆さんもあの後でも見ててください。一つね、なんかロースイーツとかローブラウニー、あローブラウニーしようか、私もうチョコレート大好きだから、なんかもうブラウニーだったらエミ絶対好きかなと思って、あブラウニー、ローブラウニーは好き、あーそうしようか、皆さんどうですかローブラウニー、でももうあのローブラウニーじゃなくても皆さんのあの見たいレシピとか何が好きとか、あったらぜひ、あチーズケーキ、チーズケーキ、ね、ビーガン、ビーガンチーズケーキができます、できる、できる、できる。わあ、難しそうだけど。なお、簡単。あ、そう？皆さんも、うん、本当に私、ブラウニーでもいいし、チーズケーキでもいいし、本当に皆さんの。やろう？アンケートやる？アンケートやろうか。じゃあ、皆さん、とりあえず。なんかスイーツばかりだから、どうしようかなとか思って。うん、あ、そうだね。スイーツじゃなくても、やっぱ、なんだろう、ブラウニーとかチーズケーキ、スイーツじゃなくても、しょっぱいものもいいね。うん。例えば、なんかこう、夜ご飯とか、すごいシンプルな、なんかこう、スナックとか。うん。ね、どうでしょうか、皆さん。そう。まあ、もう。また、いろいろちょっと聞かせてください。コメントに。そうだよね。そう。じゃあ、また、私たちはね、プールするね。
フルってわかるんですか皆さん。ちょっとね、その話もまだあるから、ちょっと、ここ、私たちはなんかこう、インスタで聞いたら、例えば、これどっちがいい？これかこれ、押すだけで大丈夫。何時がいいとか、この時間がとか、押すだけで大丈夫だから、それぞれ私たちはもう、皆さんのリクエストはもうちゃんとなんかこう、わかるから、例えば、でもみんななんかスイーツがいいとか、あ、そう、ブラウニーがいいとか。そう、例えば甘いものかしょっぱいものとか。で、甘いものだったら、チーズケーキかブラウニーか、サラダか、温かいものとか。そういう、どっちどっちどっちとか。まあいろいろ作りたいんだけど、ただやっぱりなんか近くのスーパーとかで買いやすいとかっていう発想にしないと、そういうこと、なかなか皆さんも作れないから、なんかこれだったらなんかいろんな材料が入ってると、例えばビーガンとかだとちょっと特別な材料とかも使ったりするので、あーそうだね、ちょっと大変なのかなとか。もちろんビーガンチーズとかも紹介したいし、なんか、いろいろ紹介したいんだけど、もちろんみんなが、ね、手に入りやすいもの。そうそうそう。そうだね。やっぱりね、もう例えばね、キャッシュナッツがなかなかないじゃん。ネットで頼んで1週間ぐらいもうかかるから、うん、モッツァレラチーズ。もう、この間もモッツァレラチーズの話があったね、誰か。そうだね、やっぱ。Actually, I'm gonna make today, ね。モッツァレラチーズ、yeah。やだ、見たい。それビデオ撮ってほしい。ビデオ撮ってほしいでしょ。そうそうそう。もう本当に。What is that? Oh my god. It's my vegan cheese. I want some of this. これこんなに。It's so cool. It looks like cream cheese. Yeah, this looks like a cream cheese. Oh my god, it looks like cream cheese. ちょっと作ろうかなって。いいじゃん。え、ちょっと食べたい。I wanna have this! もうチーズ大好きだからさ。発酵してます。It's fermented. It's fermented. Oh, how nice. Okay, but that's a whole different level. Alright, so we're gonna be cut off very soon. 皆さんも。これでもエミが作らないとダメだから。だってさ、私が作れるんだったら誰でも作れるよ。本当に。このレーベルだよ。私もう全然。もうエミ作れるんだったら誰でもできるから、それはもうちょっとチャレンジやってみたいと思う。この前の先週ね、なんかビーガンチーズが作った時にまた、うん、動画を見てたんだけど、うん、お豆腐クリームチーズを作ってた時にね、エミがお豆腐をもうこのまま持ってもうブレンダーにボワンってそしたらブレーダーがね爆発しちゃって、うん、ブワーンってなって、そうだった、そう、そう、あと、2分でこの動画が終わっちゃうので、まあじゃあここでもうおしまいにしようかな。 Yes everyone, thank you so much for watching today. Next week we're gonna have more. Stay tuned for the schedules of all of our lives this week. And if you make this recipe, please take a photo, tag us, andYay. でまた来週、クッキングレッスンやるので見てください。皆さんもありがとう。Thank you so much.